はいどうもです。私はですね今羽田空港の国際線ターミナルに来ております。今回なんですけども JAL のビジネスクラスを利用してこの羽田空港からシンガポールまで行く予定なんですけどもね、今回その動画っていうのは別に出そうと思っておりまして、 JAL のねファーストクラスのラウンジ今後ろにあるんですけども、そちらにね、潜入できるということもあって今回そこのねレポートさせていただきたいなというふうに考えております。なぜ私がね今回、JAL のファーストクラスのラウンジ入れるのかと言いますと、もう動画見てくださってる方は分かると思うんですけど、 JGC プレミアねこちら取得してまして、2018年の JAL 80回乗ってステータスゲットしまして、それで入る権利をゲットできたというわけでございます。今までこうね国内線に関してはねそういったこうファーストクラスのラウンジっていうのが入ったんですけども、今回はまあ国際線ということでね、国際線となるとすごいもうレベルがブッてねアップしますので、果たしてどんな感じなのかっていうのをレポートさせていただきたいと思っております。それで、ね、前回 ANA のね成田空港にあるダイヤモンド、こちらもファーストクラスの利用者が入れるラウンジなんですけども、そこもねかなり良かったんでね、果たしてじゃあここの羽田空港のファーストクラス JAL のねラウンジがどんなものかっていうところをね今回レビューしていこうと思っております。もうね今19時48分でございまして、フライトが0時ということなんで、かなりね時間もありますので、お腹もちょうど減っておりますので、本当にね今から楽しみなんで、もう早速なんですけど中に入りたいと思います。ラウンジ入るんですけどもね、こんな感じで、ここには桜ラウンジのファーストクラスラウンジ、ダイヤモンドプレミアラウンジっていう名前は使わないんですね国際線では、ファーストクラスラウンジって、こっちの方が分かりやすくていいですね。ここを利用することができるというわけで、6時から夜2時45分まで、オープンしているようでございます。はい、ではね今から中に入りましょうか。こちらですねに入ることができます。今の時間帯そんなに人もいないみたいなんで、ああいいですね。多分ね時間帯により結構混んでそうな感じがしますので、というのもファーストクラスのラウンジはね、JAL は入りやすい分人も多いという感じだと思うんでね。でも今は全然人がおりませんね。おお、こんな入り口となっております。はい、それでもうめちゃめちゃかっこいいですね。今回なんですけども、こちらのねファーストクラスのラウンジ、私はこのステータス持っておるので今回入ることができるというわけでございまして、JAL グローバルクラブ JGC だと横のね、桜ラウンジというふうな感じとなっております。こんな感じですごいいろいろあって驚いておりますけれども、おなじみのカレーとかもねあったりしますね。米もこんな風に雪若丸という山形県産のやつで、こういったのにいろいろこだわったりしてるみたいですね。はい、こういったやつもオーダーでね注文することができて、時間帯によって頼めたり頼めなかったりとかするみたいで、ちょうど晩ご飯の時間帯なんで頼めるそうですね。はい、こういう風にシェフが直接作ってくれるようでございまして、すごい。ではこれもあったのでちょっと待っておきたいと思います。こんな感じでスープストックでしたっけ、皆さんご存知ですか。男性の方は知らない方もいるかもしれないですけどもね、女性の人にすごい大人気で、大阪駅にもある、ブランドなんですけども、そこと JAL がコラボしてて、こんな風にオマールエビのビスク、こんなねやつもあったりとか、すごいこだわりがありますね。
こういったのもありますし、寿司とかもありますしね。いや本当にここすごいですね、はい、というわけでいろいろとってまた食べたいと思います。それでは先ほどのね、まあ、ディナーに関してはちょっと今注文中ということで、他にまあ寿司とかね、先ほどのスープとか取ってきて、ペリエとかもねあったりするんですね。で目の前にはね、ちょっとカメラだと見えづらいかもしれないですけどもね、飛行機、まあ ANA なんですけどもね、がありまして、いやこの風景を見ながらそんなにも人いないんでね、いやこれねすごいなっていうふうに思います。明らかにこう ANA ラウンジとか桜ラウンジとかよりもさらに1個ねこう月ねレベルアップしたようなものがあったり、寿司があったりとかね、うん、いやすごい。というわけでこれとりあえずはダイニング来るまでのこっちをいただきたいと思います。おすごい高級なレストランに来た感じですねこれがだから別に今回ビジネスクラスですけども、エコノミーでも極端な話いいですわけですからね、うん、いや羽田空港いいな、というか東京いいな、これだけで東京に住む理由っていうのができますね、うん、それぐらい本当に羨ましい。関西空港から JAL の国際線っていうのはあるんですけども、そこに行ったとしてもファーストクラスのラウンジでそもそもないんで、だからもう桜ラウンジ入るしかないですよね。普通のファーストクラスのラウンジがあるところでないとこれっていうのは得点活かせないんで、成田空港にはありますし、シドニーとかにはカンタスのラウンジがあってもそれも入ることができるんですよね。それで同じワンワールドですから、それでブリティッシュもだからロンドンで拠点にしてファーストクラスのラウンジあるんで、そこでも入ることができるということで、ね、まあ、だから限られた空港しかダメなんですよね、うん、でも限られた空港でもあればエコノミーとかビジネスとかでもこういったラウンジステータス持っておれば入れるということでございます。それでやっぱりこう他のね、外国人の方も結構いらっしゃって、多分だからカンタスとかブリティッシュとかのステータスを持ってるんですね、エメラルドの、うん、まあだからね、こう ANA とかよりもファーストクラスのラウンジっていうのは入りやすいですけども、その分ちょっと人は多くて、その分こうやっぱりサービスとかも若干下がったりするのかなっていうのは正直思ったりもしますね。まあでもでもこれはめちゃめちゃ嬉しいですね。まだ食べてないんでさっさと食べましょうか。寿司です、はい、うん、あとこれアナコかな、これなんだっけまあとりあえず寿司です、はい、ちょっと何かはごめんなさい、食べたら分かるかも、うん、分からん。スープ、あ、うまい、もう最高のひとときを出国前に楽しんでおります。あ、すみません、お待たせしました。ありがとうございます。ダイニングも、まあ、お魚もね今回、まあ、ちょうど食べてたら来ました。おこれがラウンジで提供されても普通のなんかフランス料理みたいな、ね、感じですね。あ、入れていただきます。これタイらしいですね。お羽田市場から直送したされたタイ、おやばいな、はい、こんな感じ、うまい。いや修行した甲斐ありましたね。まあ国内線のラウンジは正直そんなに桜ラウンジと変わることはないような気がしますけども、若干おにぎりとかあったりねしますけど、圧倒的にやっぱ国際線は差がつきますね。じゃがいもも、うん、じゃがいももバターがたっぷり入っててうまい、うん、もうお腹も十分これで食べれると思うんで、またいろいろ当日楽しみたいと思います。羽田空港なんですけどもね、なんとね靴磨きのサービスも無料でねやってるということで、こんなスペースがねあるんですよ。確かに横見たらあるんですよね、このレッドっていうところね。それでせっかくなんでちょっと私もやってみようかなというふうに思っておりまして、ただね私ねちょっとね革靴じゃないんですよね。でも今日は雨降っててね大阪汚れてるんで、普通のまあ靴なんですけど、スニーカーではないんですけどもね、まあ、やって断られるかもしれないですけども、これお願いしてみようかなというふうに思っております。少なくともまあ妻はねドクターマーチンの靴なのでこれは大丈夫だと思います。ちょっとどっちかできれば2つとも、では行ってみましょう。それではここが靴磨きのコーナーとなって
レッドスイートっていう名前になりますね。お、確かに磨いております、靴を。横にはこうバーみたいな感じになっておりまして、ここにもお酒があったりしますね。それでは私の靴でもね、 OK ブラッシングのみということだったんですけどもね、うん、それでもやってくれるんで、ぜひともね、まあやってくれるんで皆さんもぜひどうぞ。それでここの靴磨きのところにも一方でワインセラーみたいなね、そういったスペースがありまして、誰も人はいないんですけど、ここでお酒ね飲んでくださいと、シャンパンとかワインとかね、うん、いや私は飲めないんですけどね、いやこれめっちゃ高そうですね、はい、こんなところもあったりします。靴磨きをお願いして大体1時間ぐらいでできるみたいですね。今もそんな人いないんですけどね、うん、それぐらいかかるそうなんで、まあ時間がある人じゃないと靴磨きはねちょっとやってもらえないって感じになるんですけど、まあ私は全部時間ありますので、0時5分のフライトになりますので、というわけで、それで最後はね、まあ、カレーというわけでこんな感じまあこれは多分あの桜ラウンジと一緒と思うんですけど、これもやっぱりでもなんか肉が多いような気のせいか、はい、いただきたいと思います。 JAL のラウンジといえばカレーですね。どうしても食べたくなっちゃいますね、うん、甘くてでもなんか後で辛さが来るみたいなのですね、うん、人が全然いないですね。国内線はめちゃめちゃダイヤモンドプレミアラウンジでもいますけれども、国際線なんてやっぱりだいぶ、まあ、時間帯によるかもしれないですけど、ね、いないんで、もうやっぱ国際線がいいですね。最高です。カレー食べた後はね、もうデザートということで、こんな風な、まあ、ちっちゃいケーキとね、あとたい焼きみたいなクリームと小豆があって、私はクリーム選んだんですけど、こういったのもありました。ちょっとなんか日本っぽいと言いますか、うん、日本ですね。というわけでこれいただきたいと思います。いやー、うん、めっちゃ上品な味です。うまい、たい焼きくんもいただきます。うん、たい焼きどっちかというとあんまりクリーム入ってないね、やっぱケーキの方がいいですかね、うん、まあでも美味しいです、たい焼きも、うん、はい、それではね、スイーツも、まあ、食べ終えて、あの靴も、まあ、お願いしているということで、あとはシャワーですよね。今夜深夜便なんでね、まあ、シャワー当然ここにあるということなんで、今からちょっとシャワーの中にも入ってもう浴びたいと思います。あのシャワー全然待つことなく、このちょっとね、今日ジャケットとか着てるんですけど、ここはねプラスチックのね、あのベルトでありまして、これ結構気に入ってるんですよ。あの荷物検査の時に取らなくても通れるんで、まあ、たまに外せって海外とかで言われるんですけどね、まあ、大体でも言われなくてそのままね、こう普通にピーってね鳴らすことなく、ね、やるんで、僕フライトの時はいつも使ってるんですけども、これめちゃおすすめですよ。 Amazon に1500円とかで売ってるんですけども、それでね、話はそれましたけども、まあ、こんな感じとなりましてね、うん、基本的な歯ブラシとか、あとは、うん、タオルとかはねあるので、もうはっきりして、まあ、手ぶらで、まああのね、でもこう下着とか、まあ、買いたい人は下着持ってこないといけないんですけどね、下着の用意はさすがにないです。それでね、正直ね、ここのファーストクラスのシャワーに関しては ANA の成田空港のねビジネスクラスのラウンジ、そっちの方が勝ってますね、うん、というのもね、アメニティとかも全部そこはね置いてて、好きなの使ってどうぞみたいなので、シャンプーもね、なんて言いますか、こうのああいうシェアするタイプじゃなくて、こうあの使い捨ての一人分のやつをくれたりとかして、そっちの方がねやっぱり多分こう心地いいと思う人がいいと思うんで、うん、そんな感じとなっておって、まあここのファーストクラスの JAL の羽田空港のラウンジに関しては、あ、こんなもんかっていうのが正直なちょっと感想でございます。というか
ANA ラウンジがすごすぎる。羽田の、ね、ANA ラウンジのシャワーはちょっと浴びたことないんでわかんないんですけども、成田空港は本当にあそこ ANA ラウンジすげーって。でもこれだけあればねもう十分、もうあのフライト乗る前にもうねあの眠たくなると言いますか、睡眠ね今回深夜便なんでめちゃめちゃありがたいんで、まあもちろんね、いろいろこう歯ブラシとかいろいろ使わせていただこうかと思っております。シャワー浴びた後にこちらのマッサージという、ね、スペースもありまして、さすがにね人がやってくれるっていうことはなくて、うん、マッサージチェア、ただめちゃめちゃいいやつだと思います、うん、メディカルマッサージチェア 3S 匠って書いてますけど、これがまあ使えるということで、人は誰もいないですね。こういったところでマッサージを受けることができるそうです。ではやってみましょうか。ゆっくりゆっくりマッサージがされております。ありがとうございます。靴ね綺麗になりました。おお、ありがとうございます。こんな靴でも綺麗になるんですね。で妻のやつもピカピカに油乗った馬みたいになりましたね、はい、こんな感じになりますので、ぜひとも皆さん来られる際はここ使ってみてください。それでは今からラウンジでますけど、結構この時間帯になると人も増えてきてる感じですね。いやー、よかったです。ファーストクラスのラウンジ、あの堪能させていただきました。いやいいっすね。これがだから2020年3月まで私は、ね、あのスターテス持ってますので、エコノミークラスねあの利用するとき JAL またはワンワールドの、まあ、どこかの航空会社ファーストクラスのラウンジがあれば入ることができるというわけでございます。やっぱりねこう桜ラウンジが ANA ラウンジのビジネスクラスのラウンジとはこう違って、さらになんかこうこだわったラウンジをこう利用することができるっていいですね。何よりもうね関西空港から出発だともう桜ラウンジしか入ることできないですよね。だから先ほど言った通りファーストクラスのラウンジがないんでね。いやだからね東京にもうこのためだけに住んでもいいんじゃないかと思うぐらいね、いやもうジェラシーですね。皆さんぜひともねもしステータス狙ってる人がいるのであれば JGC プレミアだとねこういった体験を受けることができるので非常におすすめです。 ANA のダイヤモンドでよりも楽で、まああとね別に自社便に限らずワンワールドであの利用することができるので、いや非常にワンワールドはいいですね。ただしその分人もやっぱり利用できる人が多いので、まあこうファーストクラスのラウンジにしては利用者がスターアライアンスのところにも多いイメージでございます。もうシャワーも浴びてあとは飛行機寝るだけです。まあ、この動画面白かった役に立ったという人はぜひとも高評価チャンネル登録お願いします。またツイッター、インスタグラム、ブログやってますのでフォローチェックしていただければ非常に嬉しいです。まあ、こんな感じで今回は羽田空港にある JAL のファーストクラスのラウンジに潜入してみたという動画でございました。それでは。